え、なになになになんか頭から蛇みたいなのいっぱい出てる。キメラとはまた違うけど恐ろしいな。あ、こっちだね。アイテムなんかいろいろありそうだけども、うわ、こんなところに一人で置いてかれたらもうたまったもんじゃないよね。早いとこ探してあげよう。これなんだ。ああ、あ、アイテム、シールドアーマー装備できる人いないんじゃないかな。だかな、後で見てみよう。道は合ってると思うんだよね。あ、バケツだった。アイテムかと思った。ナイトメアか。ナイトメアって名前かっこいいんだよな。お、こっち行ける。なんだ、なんか変なアイテム。広いなー、しかし。ライブランつけてる人いないのか今。もうね、トラップがかなりの脅威になってる。一撃だもんね。前はトラップ踏んでもなんかそこまで減らなかったんだけど、もう今トラップ一撃で死んじゃいますね。こんなにトラップたくさん仕掛けられてると思わなかったし、こんなにトラップがきついと思わなかったな。ライブラのありがたみを知るんですけど、まあこのままいっちゃう。まっすぐ行って斜めに行くか、右行ってから上行くか。まっすぐ。あ、なんかなかった。うおー、恐竜いる。マジかよ。なんで、マセキコになんで恐竜がいるんですか。でもなんか恐竜って案外そんなね強くないんですよね。 OK、 こっちか。広くて迷子、ほんと迷子。あ、この奥だ。開かない。あー、じゃあやっぱりあの反対側の道行かないとダメか。多分スイッチがどっかにあるはず。この辺にはないな。ガイドさんがいれば、ガイドさんがいれば。猛毒やめろ。コウモリなのにマウスっていう名前なんだ。レッドマウス。あ、ここか。多分これで開くのかな。あ、で向こうが開く。またちょっとまだやば、やべ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 、量がおかしい、量がおかしい。嘘でしょ、嘘でしょ、やばっ、ばば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 それがちょっと良くないのかもしれない。この量やば。え、また増えた。おい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 、混乱しとる混乱しとる。え、待って、ここでゲームオーバーになったらすげえ辛いんだけど。倒せるかな、倒せるのかな。お、ナイスファイヤー。お、レベル上がった。これはこのゼリーをちょっとサクッと倒せるようにならないときついのかもしれないな。
ってきた。減ってきたけど。オッケーオッケー。おお、安定してきた、安定してきた。分裂がきついわ。エビ混乱してる。はよう倒しておくれ。すごい、ここでなんか立ってるだけでレベルが上がる。強いな。この液体も結構高値で売れるんですよね。あ、やっつけた。やーば。か、あ、でもこっち来たよな。そんで、あ、そんでまた北のところに行けば空いてんのか。いや、でも扉の切り替えするたんびにあんな強い、あんな強いっていうか、あんなにわらわらたくさん敵が出てきたら結構厳しいな。ちょっとレベルが足りないのかもしれないけど、まあここでレベル上げもいいかもしれない。まあ多分こっちで合ってるんじゃないかと思います。あれ？開いてないだと？ああ、ミミックだと思った。あ、これもか。なんだ、2匹か。どっちかはアイテムかと思った。あ、こっちからぐるっと回っていくんだ。空いてますように。あれ、あ、違う、戻ってきてる。おい、わけわかんないよ。こっち、あ、あ、いけたいけたいけた、よかった。この魔石、ブース魔石工のものとよく似ています。ドラクロアは新たな魔石工を探しているんでしょうね。解放軍が動けばビエルバさんの上質な魔石を輸入できなくなりますから。あの子なの。でもこのミストは、ミューリン、あれ、なんかどうした、操られてるっぽい。ヒュムの匂い、力の匂い。どうしたの、ヨルナ。力に飢えたヒュムが。あ、なんかおかしいよ。走り方変だったよね。え、何あの子。行動内でモンスターと遭遇した場合は、たとえそれがどんなモンスターであっても、決して一般の作業員だけで立ち向かわないこと。無理するな。やばい時は逃げていい。そっか。そうだよね。逃げたろ、逃げたろ。セーブ。さて、奥に行ってみよう。この先に逃げていきましたよね。やばい。ドラゴン？なんか首輪してるけど、首輪？なんですか？ボスですよ、ボス、ボス、ボス。ハイポーション盗んでる場合かい。ミスト！
召喚してみよう。初めての召喚、ベリアス。いったねー。初召喚どんな感じ？なんかすごい召喚してるよね。なんだ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 。あ、おおおおおお。あ、二人になるの？マジか。ベリアス強いのかな。ちょっと二人は寂しいな。あ、そういうことだったんだ。召喚すると他のみんないなくなっちゃうのね。そりゃ聞いてねえぜ。ハイポーション使っておこう。え、どうなんだろう、この召喚獣役に立ってるかな。攻撃どう、なんかみんなで戦った方が早い気がしない。ちょっとしか減ってない。ちょっとしか減ってない。戻れい、戻れ戻れい。なるほどね、なんか想像と違った。想像と違ったな。召喚するとブワーンってきて、ワーってやって、ワーって帰っていくのかと思った。鈍悪ってなんだっけ。ちょっと待って、アイテム鈍悪、鈍悪の効果がちょっとわかんないんだけど、あ、ないかも。いやでもな、消す系だいぶ全部買ってきた気がするんだけど、ない。万能薬はちょっともったいないんだよね、使わない。いや、そのままいけい。大丈夫大丈夫。鈍悪ってなんだ。あ、治った治った。なんか行動不能系のあれかな。あ、鈍膜でも持ってるから後で見てみよう。すげえ、ブレス構えた。逃げるんだみんな。逃げ、逃げないよね。お、アーシェがいい仕事してくれてるんですよ。ちょっとおけつでも見てみますか。こんな感じですね、尻尾は。あ、すごいたげられてる。おお、誰か直して、誰か直して。トリップ中ヒットポイントが下がっております。でも勝てそう、大丈夫だ。なんかね、レベル上げしないときついんじゃないかなって思ったんですけど、大丈夫そうですね。なんかここでレベル上げしようかなって思ったんだけど、なんか回復アイテムとか足りなくなりそうだったんで、ちょっと来ちゃいました。大丈夫だ、きっと大丈夫だ。でもあのミュリンちゃんってこう、なんか誰かに操られてんのか何なのか分かんないけど、歩き方もおかしかったし、なんかアーシェしか 見えてなかったような感じでしたよね。プランのこと分かってなかったし。あ、ラサラサラサ、おお、大丈夫大丈夫。結構にこんなでっかいモンスターいていいんですかね。作業員たち大丈夫なの、こんな危険なところで作業して。あ、でもだからこそ倒れてたのか。今までどうしてたんだろう。いや、ちょっと召喚獣が衝撃的でしたね。やっぱ4人いた方が回復もしてくれるし楽っていうね。まあ、きっと他にも召喚獣手に入れたらまた違うんでしょうけど。さあ倒しました。あ、かっこいいね。なんか、この、倒れた姿はちょっと天使っぽい。悪魔、悪魔か天使か。ただー。倒しました。よかったよかった。
浜関。浜関のせいだったんだ。何だったんだ今の。姉さん。妹だったわけだ。森に帝国兵が現れた時も、里の仲間は無関心でした。森が荒らされない限り、ヴィエラは外からの何もかもを無視するんです。でも、私は不安で、帝国の狙いを突き止めたくて。それでここまで調べに来たらとっ捕まったと。無鉄砲は姉譲りかね。あの人たち、私に石を近づけたんです。人体がミストを取り込むとか、ヴィエラが最適だとか言って。その石の光を見たら、私。リヴァイアさんね。あの時、暁の断片が放ったミストが私をたけらせたように。この子の心を奪ったのは。人造浜関。カンネロさん、僕が差し上げた石、まだ持っていますか？はい、もちろん。僕の想像以上に危険なものでした。あなたに渡すべきじゃなかった。すみません、こんなものを。私にとってはお守りだったんです。リヴァイアさんでもみんなを守ってくれて。危険な力だろうと支えにはなるのよ。かもしれないけどさ、マフヒュムにはあまり影響がないようだったので、お守りとして持っててもよかったかもしれないですよね。森のささやきを聞いた。持っていけ。レンテの涙がお前を許す。森を越えてどこへなりと行くがいい。それだけなの？森を出て知ったわ。世界は動いてる。なのにヴィエラは何もしないというの？ヒュムの世に関わるのはヴィエラの佐賀ではない。嫌なのよ。イヴァリスが動こうとしているのに、ヴィエラだけが森にこもっているなんて。私だって森を出て自由に生きたいのよ。やめておきなさい。あなたはヒュムに関わらないで、森にとどまり、森と共に生きなさい。それがヴィエラよ。でも姉さんだって。もうヴィエラではなくなったわ。森も里も家族も捨て、自由を手に入れた代わりに過去から切り離されてしまった。今の私には森の声も聞こえない。ミュリン、あなたもそうなりたい？姉さん。いいえ、あなたの姉はもう一人だけ。私のことは忘れなさい。
嫌な役をさせたな。あの子は掟に反発している。掟を支えて里を導く立場のあなたより掟を捨てた私が止めた方がいいわ。頼みがあるの。私の代わりに声を聞いて。森は私を憎んでいる。去っていったお前をただ懐かしんでいるだけだ。嘘でも嬉しいわ。気をつけろ。森はお前を奪ったヒュムを憎んでいる。今の私はヒュムと同じよ。そうでしょう。さよなら、姉さん。レン、手の涙を手に入れた。森に愛されてますね。まあ当然ビエラだからかもしれませんが。いやでも嫌な役買って出たっていうのがね、ちょっとかわいそうだったけど仕方なかったんでしょう。最後まで動画をご覧くださった皆様、本当にありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャンネル登録はこちらをクリック。そして最新の動画がこちらになります。ぜひ他の動画もご覧ください。そしてツイッターもやっておりますので、動画が上がった際のリツイートなどなど、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、みとくでした。